3日目のラストカード第12レースの予選競争スタート10秒前です。進入はインから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。スロー3艇、そして角から4号艇峰が5スタート、1番から1号艇池田が先制する、2号艇村田が刺してくるか、まくっていったか、外行ったのは3号艇岩瀬、内側から4号艇峰が続く、逃げる1号艇池田浩二が先頭、2番手4号艇峰龍太、3番手から2号艇村田が続く、あとは3艇審査6号艇松尾、5号艇赤坂、3号艇岩瀬が続く。スタートは正常です。2番手1号艇池田がクリア、2番手4号艇峰が旋回、3番手から握っていったら2号艇村田が続く、この内側から5号艇赤坂あるいは3号艇岩瀬が続く、3番手2号艇村田が現在優勢、上位は1番4番2番です。レースは2周1マーク1号艇池田浩二が先頭、2番手4号艇峰龍太、3番手から2号艇村田修司が続く、1番4番2番2、3番手の定冠現在判定審査村田が食らいつきます。2番手4号艇峰が優勢も、外から2号艇村田が3番手から追いかけて、これから2マークです。1号艇池田浩二が先頭、2番手4号艇峰が先決まって握っていく、2号艇村田若干膨れるか、2番手内側からしのいでる4号艇峰龍太、3番手2号艇村田修司の順、1番4番2番2、3番手2艇審から3艇審査、最終周回です。3周1マークはトップスタート新潟1号艇池田浩二が先頭、2番手4号艇峰龍太が旋回握ってくる、2号艇村田3番手、4番手以降は3号艇岩瀬、5号艇赤坂、6号艇松尾が続きます。3連単14負担の通は 9.9 倍です。これから最終ターンマーク、シリーズ初勝利1号艇池田浩二が先頭でラストターンマーククリア、2番手4号艇峰龍太が旋回、3番手2号艇村田修司が続く、1番4番2番で最終レースまもなくゴールです。先頭1番池田五輪、2番手4番峰が五輪、3番手2番村田五輪、3番岩瀬、5番赤坂、ラスト6番松尾五輪です。